腹筋だけではお腹はへこみません。お腹をへこませる筋肉は息を吐いてへこませることで鍛えられます。ぽっこりお腹、反り腰レベルをチェックしましょう。動画が終わった後に再チェックすると変化がわかります。上向きに寝て膝を曲げた状態でスマホ見ながらやっていきます。息を吸って限界までお腹を膨らませます。ゆっくり膨らませ、もう膨らまないってとこまで膨らましたらゆっくり吐く、吐きながらお腹をぐーっとへこませましょう。吐き切って限界までへこませて、もう一回吸って限界まで吸って、ゆっくり吐きましょう。吐いて、しっかり吐き切って、よし、 OK です。この膝曲げたまま次は股関節を左右に倒していきます。あくまで休憩ストレッチなんですけど、股関節をね、ウォーミングアップのイメージで動かしていきます。これお腹なのになぜ股関節を動かすかというと、ぽっこりお腹をへこませるために腹横筋という筋肉が大切なんですが、骨盤からあわらにかけてついているので、骨盤に関係する筋肉は全て動かした方が良いと思います。よし、 OK。 次はもう一回呼吸をして、あばら、この肋骨の溝落ちあたりですね、限界までぐーっと息吸って膨らませる、胸を膨らませるイメージです。ゆっくり吐いて、ふー、溝落ちをへこませるイメージです。吐き切る、吐き切る、溝落ちをへこませる。よし、もう一回吸って、あばらに全体に空気をぐーっと入れるイメージです。限界まで入れたら吐いて、溝落ちへこませる、肋骨をぐーっと締めるイメージです。吐いて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 、吐き切って溝落ちをへこませるイメージ。ふー、もうちょっと頑張ってしっかり吐いて、ふー、よし、 OK です。次は膝を片方ずつ内側にグッと倒していきます。ふー、しっかり内に倒す、お尻が硬い人とかは内に入れるのが苦手だったりするので、しっかりね、内側に倒していきましょう。グッと、ゆっくりで大丈夫です。膝に痛みがある方は痛みがない範囲で行っていきましょう。よし、 OK です。次はもう一回息を限界まで吸って、限界まで吸ったら次は下っ腹へこませるイメージでいきますよ。吸って吸って吸って、よし、ゆっくり吐いて、ふー、おへそをぐーっとへこませるイメージがいいと思います。おへそをへこませる、ふー、吐いて、吐き切ったらもう一回吸って、限界まで吸ったらおへそへこませる、ふー、吐いて、おへそをへこませて、ふー、しっかり吐き切りましょう。よし、 OK。 次は右足を左、こっちに持ってきて、左足を上から乗せたら、右手万歳です。右の脇腹、脇の下伸ばしてます。右のつま先と右の手の指先、なるべくぐーっと引き離すイメージです。脇腹、脇の下伸びてれば OK。腰が反って痛いよって方は、腰に痛みがない範囲で行いましょう。よし、 OK。 次反対いきましょう。左足をこっちに持ってって、右足を上から乗せる、左手をバンザイします。左のつま先と左の手の指先、なるべく引き離すイメージです。脇の下、脇腹伸びてれば OK です。この次の種目はさっきのドローイン呼吸法で脇腹へこませます。ちょっと難しいのですが、一緒に脇腹意識しながらやってみましょう。よし、 OK です。さっきと同じ膝ついた体勢に戻って、右の脇腹に意識して、ここに呼吸、グッと息を入れるイメージ。ゆっくり吐いて、
ちょっと右に体倒しながら右の脇腹へこませる。ふーふー、ここここへこませて、ふーぐーっとここを絞るイメージ。よし、もう一回吸ってゆっくり吐いて、ふーへこませて、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 右の脇腹へこませて、吐き切って、ふー、よし、 OK。 次反対、左の脇腹に空気を入れます。息吸って、左の脇腹、ここに空気を入れる。よし、吐いて、ふー、左の脇腹、ここへこませて、ちょっと体は左に倒しましょう。左の脇腹硬くなっていれば OK。 ふう、もう一回吸って、ゆっくり吐いて、ふう、吐いて吐いて吐いて、しっかり吐き切って、よし OK。 次は足を肩幅よりちょっと広めに開いて、内外にねじって休憩していきましょう。ずっとねドローインばっかやってると腹筋疲れちゃうので、こういった間にね休憩挟みながら股関節とか骨盤周り緩ませながらやっていきましょう。つま先を内外にしっかり動かしていきましょう。ちょっとねこの次の種目きつくなります。腰が反らないように一緒に頑張りましょう。よし OK。 そしたら足持ち上げて90度、膝と股関節90度の状態で、この状態でドローイン。よし、ゆっくり吐いて、ふー、吐いて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 、腰反らないようにへこませて、余裕がある人は頭を浮かせるとよりきついです。吐き切って、よし、もう一回吸って、よし、吐いて、ふー、きつい人は足を下ろしちゃって大丈夫です。頑張れる人は吐き切って、ふー、吐いて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 、きつい、しっかり吐いて、ふー、しっかり吐いて、腰反らないように。 OK、 万歳で休憩しましょう。万歳です。もうねなるべく手を高く万歳しちゃいましょう。腰が反って痛い方は痛みがない範囲で OK です。こうお腹のストレッチもあるんですが、あくまで休憩なのでね、そんなに無理せず万歳しましょう。呼吸は止めないようにしてリラックスしていきましょう。この次の種目は横向きになります。 OK、 右向きになりましょう。右向きに寝て右手万歳しておきます。左足は前に持っていきます。これで右の指先と右の足先、なるべくこう引き離すイメージ、ちょっとね足を浮かせるといいと思います。これで深呼吸、はい、吐いて、しっかり吐き切って、もう一回吸って、ゆっくり吐いて、指先と足先は引き離す、しっかり吐き切って、よし OK。 皆さん寝返り打って逆向きになりましょう。左手を上げて右足を前に出す。左手と左のつま先なるべく引き離しながら深呼吸です。しっかり吐き切って、指先足先なるべく引き離す。しっかり吐き切る。もう一回吸って、はい、吐いて、ふう、指先と足先なるべく離して吐き切って、よし OK です。最後もう一回上向きになって、一番最初にやったドローインをもう一回やっておしまいにします。ゆっくり息吸って、お腹を限界まで膨らましたら、ゆっくり吐いて、ふー、しっかり吐き切る、吐き切る。お腹限界までへこませます。ふー、吐いて。OK、もう一回吸って。ゆっくり吐きましょう。ふー。この次もう一回だけ呼吸して、
最後おしまいにします。しっかり吐き切って、ふー、オッケー、ラストもう一回吸って、ゆっくり吐いて、ふー、皆さん最後まで吐きましょう。ぜひこの動画最後まで終わったら最初のチェックもう一度やってみましょう。ぽっこりお腹反り腰が解消しているのが分かるはずです。毎日最低1回、理想は朝昼晩できたら良いと思います。しっかり吐き切って、こうくびれ作ったり下っ腹へこましたり、もっと頑張りたい方は概要欄に動画貼っとくので、このまま続けてやりましょう。お疲れ様でした。この動画良かったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。最初にやったチェックをもう一回やってみてね。僕が2ヶ月でマイナス8キロした方法、無料メルマガ登録でプレゼント。概要欄か固定コメントから無料メルマガ登録すると無料で受け取れます。